本書を読めば最強のメンタルを手に入れることができ成功をつかみ取れる人生を歩み始めるだろうではようやくに言ってみよう現実を変えたいと思っているあなたはさまざまな願望があるだろうしかしどんな願望であっても実現するために必要なことはもう決まっているここで人生を思い通りに生きるための公式を紹介しよう現実イコール目的地×手段×メンタルだ現実そしてこれからあなたが手にする未来は全てこの公式で説明できる さてあなたは、あなたの目標は何か、実現したいことは何か、一年後の今日、どうなっていたいかという質問に即答できるだろうか。もしできないのなら、あなたは自分がどこに向かっているのかを分かっていないということになる。ただ日々を過ごしているだけだ。それでは目的地に到着できるわけがない。 たとえ目的地があってもそれが明確な形になっていない人は多い収入を上げたいのであればいくら上げたいかを明確にしよう1万円上げる場合と1000万円上げる場合とではやり方も行動も全く異なるからだ公式にある手段も必要だしかし最重要項目ではないそもそも目的地が明確に設定されていなければ意味がないし設定できたとしても今のあなたはそこに行き着くための手段を知らないはずだからだ それよりも重要なのはメンタルを強くすることであるメンタルを強くすれば手段は自動的に見つかる<う>目標達成する上で一番重要なのはメンタルだメンタルとは心のことで心の状態は自己評価に起因する自己評価とは自分や他人の基準と照らして自分の価値を決めることを指すこの時自己評価は脳で行われているつまりメンタルとは心であり自己評価であり脳であるだからこそメンタルが最も重要な要素となる 例えば、あなたが飛行機の機長であるとしよう。現在地は成田空港で、目的地はホノルル国際空港だ。機体の性能に問題はない。この時、あなたの自己評価が低く、ホノルルまでたどり着く自信がないとすればどうだろう。目的地も手段も明確であるにもかかわらず、行動に移すことはできないはずだ。自己評価は、実行にダイレクトに影響を及ぼす。 これは、ある一定の成功を収めている人にも気をつけてほしいポイントである。ある目的地に到着した後に、自己評価をアップデートしないままでいると、次の目的地に向かうことができない。自分の現実と未来を変え続けるためには、自己評価を常にアップデートする必要があると言える。自己評価を変えるためにまずやるべきことは、目的地を明確にすることだ。カーナビや Google マップと同様に、目的地さえ決めれば、 脳が自動的にあなたを導いてくれる。まず5年後、3年後、1年後、半年後に自分が実現したいことを書き出そう。ポイントは完了形で測定可能な形で制限をかけず書くことである。5年後の目標から遡って書けば大きな目標を細分化でき、すぐにできることに向けて行動しやすくなるはずだ。次にやるべきことはなぜその目標を達成したいのかを考えることだ。なぜに対する答えはあなたの行動に直結する。 目標達成のために行動することは誰にとっても難しいが楽しいと感じることであれば行動し続けられるであろうそのためやる理由を明確にしチャレンジへのワクワク感を持つことが重要となるのだ<う>やるべきことが明確になったら完成図をイメージしよう私たち人間は視覚から得る情報が圧倒的に多いそのため完成図は画像であることが望ましい画像は Google の画像検索を使って探すことをおすすめする 家族と海外旅行を当たり前のようにして、みんな笑顔で暮らしていたいという目標があるのならば、家族、笑顔、リゾットと検索し、あなたの理想に近いものを30枚以上ダウンロードしよう。スマートフォンや毎日使う PC の専用フォルダに入れておき、1日1回でもいいので毎日見るようにする。なぜ毎日見る必要があるのか、それは今どこに向かっているのかを忘れないようにするためだ。 脳は繰り返し送られてくる情報を重要な情報だと判断する。関節図の画像を毎日見れば記憶として長期保存され、目標を忘れることなく達成することができるというわけだ。関節図を見ることを習慣化するには、すでに習慣になっているものに付け加えると良い。著者の場合、自宅マンションのエレベーターで1階に降りるときに画像を見ることにしているという。う今持っている低い自己評価を書き換えるには、まず現状を把握する必要がある。 現在地を知ることが全てを思い通りにするための第一歩だ。現状把握のため、自分はどんな人かを紙に書き出そう。制限時間は10分間で、最低でも50個書く。私は男性です。私は会社員です。私は人の話を聞くことが好きな人です。など、切り口は自由だ。 さて、紙に書き出した評価は目的地に到達した時の自分の評価と同じになっているだろうか。一年後の目標が本を出すことであれば、あなたの自己評価は本を出した人である、作家である、などといったものでなければならない。 もし自己評価と現実の間にギャップがあれば脳はギャップを埋めるために必要な情報を集め自ら行動して現実を変え始めるようになる本を出した自分ならどう発言しどう情報を集めるのかどんな場所に行くかなど考えて行動するようになるだろうそうすれば現実の自分の選択が変わり行動が変わり現実が自己評価に追いつくようになるというわけだ 自己評価を書き換えるのは簡単なことではないが、一瞬で自己評価を書き換える方法がある。それは、一年後の自分の自己評価を体験することだ。著者も体験によって自己評価を書き換えた一人だ。著者は20代後半の時、企業のために会社を辞めた。無収入の時期を経て、年少300万円を超えるようになったものの、そこで業績が停滞してしまう。そこで著者が気づいたのは、独立した時に作成した未来の自己評価をアップデートしていないということ。 未来の自分がいつしか今の自分になり、そのまま生きてしまっているということだった。新たな自己評価を作成する中で、著者はその状態を体験することを試みた。その一つが、自分が住みたいと思う家を内見しに行くことだ。理想の家を見に行くと、当時住んでいた木造アパートとのギャップに衝撃を受けた。自分が住んでいる部屋は、理想とする部屋の玄関よりも狭い。こんな状況は嫌だ。と、現実に対して強烈な違和感を覚えたという。この時、著者の自己評価が書き換わったのだ。 関節ができれば後は行動するだけ。その際に注意したいのはモチベーションを上げないことだ。なぜなら、上げたモチベーションが下がったら、もう目標達成できないということになってしまうからである。これでは、目標実現はモチベーション次第になってしまう。上がったモチベーションはいつか必ず下がる。だからこそ、モチベーションは絶対に上げてはいけない。それでは、目標に向かって行動し続けるために上げるべきものは何か。それは、あなたの基準だ。 社内最年少で部長職に就くことが目標であるなら最年少で部長になる人はどう行動するだろうかどんな対応をするだろうかなどと考えて行動することだつまりこれは未来の自分で生きるということであるすべ<う>ての思い込みや考え方が根本になっているその考え方を変えるために有効なのがアファメーションだこれは自分自身に肯定的な言葉で宣言することを言う アファメーションによって自分の考え方に影響を与え感情と思考をコントロールすることができるつまり自分はこういう人間だこういうことを実現するなどの言葉を何度も脳に宣言すれば強制的に思考を変えていくことができるのだアファメーションのポイントは5つあるまず現実的な目標を宣言することだあまりに現実からかけ離れていると変化への意欲が湧かない2つ目が肯定的な言葉で宣言することである脳は否定的な言葉を認識できない 禁煙したいならタバコを吸わないではなく私はノンスモーカーになったという言葉を使おう。三つ目が現在官僚系の言葉を使うことだ。私はお金持ちになるではなく私はお金持ちであるという言い方をしよう。お金持ちになるという表現だと今はお金持ちでないという自己評価を宣言することになってしまう。四つ目が臨場感を伴うイメージを作り上げることだ。 アファメーションの内容が実現した時のことを具体的にイメージしようそうすれば実現した時の感情を体験できその感情が実現に向けての行動力を生み出す最後に朝と夜に30秒のアファメーションを行うことである目標達成した時のイメージを鮮明に思い浮かべ髪にアファメーションの言葉を書くそして鏡に向かって自分自身の目を見て宣言しよう脳は繰り返される情報を重要だと認識する仕組みなので実現するまで毎朝毎晩繰り返すことが重要だ